さあ、まもなくセレモニーが始まります。皆様、今しばらくお待ちくださいませ。すいません、前の方にはお子さんがいるので後ろの方は押さないようにお願いします。前の方にはお子さんがいるので後ろの方は押さないようにお願いします。さあ、皆様大変お待たせいたしました。昨年見事プロ野球日本一に輝きました中嶋監督率いるオリックスバファローズの皆さんの登場です。どうぞご来場の皆様、盛大な拍手でお迎えくださいませ。中央正面にお進みください。さあ、それでは花束贈呈は宮崎サンシャインベリーの滝野瀬ひまりさん、そして同じく篠原ほこかさんからです。よろしくお願いします。今年もようこそ宮崎にお越しくださいました。それでは続きまして、オリックスバファローズ宮崎協力会を代表いたしまして、会長であります宮崎市長の清山智則より歓迎のご挨拶を申し上げます。
中嶋監督、選手の皆さん、そして球団関係者の皆さん、この度の日本一、誠におめでとうございます。リーグ戦では最終戦までもつれて大激戦の末に優勝、そして日本シリーズにおいても後半劇的な4連勝で見事日本一を射止めていただきました。パブリックビューイングで我々宮崎市民の皆さんと共に、見届けておりましたが、大変感動いたしました。この宮崎市におきましては2015年より、キャンプを張っていただき、ちょうど8年前当時の監督と宮崎市関係者とはぜひ宮崎でパレードをやりたいねと、宮崎市もその準備をさせていただきたいという話をさせていただいたいきさつがございますが、この度その願いが叶いましたこと重ね重ね嬉しく思います。26年ぶり5回目の日本一、そしてリーグ優勝も2年連続ということで、ますます、皆様方が飛躍していただきたいと、そして今シーズンも、日本一連覇に向けて、努力して頑張っていただきたいと思っております。この後のパレードでも御堂筋に負けないぐらいの熱い声援とお祝いの言葉を多くのバファローズファンの皆さんと市民の皆さんで届けてまいりたいと思っております。ぜひ明日から早速始まる宮崎キャンプ、新しいスタートとして、日本一連覇に向けて重ね重ね、頑張っていただきたいと考えておりますし、この度の日本一重ねて心からお祝い申し上げ、私からのご挨拶といたします。本当におめでとうございます。トリックスバファローズの皆さんへ特産品の贈呈を行わせていただきます。さあ、まずは宮崎中央農産物販拡大事業委員会より季節の旬のフルーツです。トリックスバファローズ宮崎協力会会長で宮崎市長清山智則より、トリックスバファローズ代表取締役社長オーナー代行港道夫様で贈呈させていただきます。港様、どうぞ前にお進みくださいませ。それではフォトセッションを行います。どうぞカメラの方へお願いいたします。皆様よろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。どうぞ元の道を進みくださいませ。続きまして、宮崎県より宮崎牛20キロが贈られます。オリックスバファローズ宮崎協力会相談役代理で宮崎県副知事永山博隆より、オリックスバファローズ中嶋聡監督へ贈呈させていただきます。中嶋監督、どうぞ前にお進みくださいませ。ありがとうございます。それでは続きまして、公益財団法人宮崎県観光協会より宮崎ブランドポーク30キロと宮崎自特庫10キロが贈られます。トリックスバファローズ宮崎協力会相談役で公益財団法人宮崎県観光協会会長メラ光則より、オリックスバファローズ選手会長の杉本裕太郎選手へ贈呈させていただきます。杉本選手、どうぞ前にお進みくださいませ。それではプロテクションでございます。よろしくお願いいたします。皆さんよろしいでしょうか。ありがとうございます。そして続きましては、宮崎県養鰻漁業組合より宮崎ハーブウナギ10キロが贈られます。オリックスバファローズ宮崎協力会副会長で公益社団法人宮崎市観光協会会長渡辺俊孝より、オリックスバファローズ
バファローズ山本由伸選手へ贈呈させていただきます。山本選手、どうぞお前にお進みくださいませ。それでは今年さんでございます。よろしくお願いいたします。撮影の方よろしいでしょうか。ありがとうございました。以上、たくさんの品の贈呈でございました。さあ、そしてここでオリックスバファローズの皆様よりキャンプ地宮崎へプレゼントがあるようでございます。そのプレゼントとは2022年日本一記念のサインパネルでございます。ありがとうございます。ここで長嶋監督から清山市長へ贈呈いただきたいと思います。長嶋監督、清山市長、どうぞ指導をお進みくださいませ。2022年日本一記念のサインパネルでございます。ありがとうございます。素敵なプレゼントを頂戴いたしました。ありがとうございます。建物はよろしいでしょうか。こんなものを頂戴いたしました。ありがとうございます。さあ、それではここで記念撮影を行いたいと思います。前方にいらっしゃいます港さんは、それから高島監督、杉本選手、山本選手、そして主催者の4名の皆様、前方一列にお並びくださいませ。それでは記念撮影でございます。よろしくお願いいたします。はい、それでは宮崎サンタチームのお二人にも加わっていただきます。じゃあ選手の皆さん、そして主催者の皆さんと一緒に記念撮影を行わせていただいております。素敵な笑顔で素晴らしい記念撮影が行われたようでございます。ありがとうございました。選手の皆さんもありがとうございました。素敵な笑顔での記念撮影が終わりましたところで、ここでオリックスバファローズを代表いただきまして、選手会長の杉本裕太郎選手にご挨拶を賜りたいと存じます。杉本選手、どうぞよろしくお願いいたします。こんばんは。僕、大勢の前で話すと頭が真っ白になってしまうのでカンペ読ませていただきます。宮崎県宮崎市オリックスバファローズ宮崎協会の皆様、本日はこのような素晴らしいセレモニーを開いていただきありがとうございます。去年日本一になることができ、この宮崎の地でパレードをするという一つの夢を実現することができました。ファンの皆様が喜んでくれている姿を見ることができ、本当にとても嬉しく思います。宮崎市民の皆様、いつも私たちを温かく迎え入れてくれてありがとうございます。明日からいよいよ2023年のキャンプインとなります。パリーグ3連覇、そして2年連続の日本一を目指した戦いの始まりです。今まで以上に厳しい戦いになることは間違いありませんので、ぜひキャンプに見に来ていただき、熱い声援を送ってください。そして来年もこの宮崎に最高の報告ができるように頑張ってまいりますので、これからも引き続き応援よろしくお願いします。本日は本当にありがとうございました。杉本選手、どうもありがとうございました。さあ、皆様、明日2月1日から3月2日まで
宮崎市清武総合運動公園におきまして、オリックスバファローズの皆さん、春季キャンプが開催されます。どうぞ皆さん、キャンプ地に足を運んでいただいて、温かいご声援を送っていただけたらと思います。さあ、そして最後になりますが、今年の球団のキャッチフレーズは、We can do it です。パリーグ連覇と26年ぶりの日本一を達成いたしましたオリックスバファローズ。揺るぎない自信を手にしたチームは、全員でさらなる高みを目指します。リーグ3年連続の V と日本シリーズの連覇も俺たちならできるという思いで今年のキャッチフレーズとなりました。最後に選手の皆さんとそして会場の皆さんで We can do it、 これも勝負してセレモニーを締めさせていただきたいと思います。私が We can と申しますので、皆さんは Do it とぜひこの右手を上げてお願いしたいと思います。そうです、次のステージとラオウポーズでございますね。よろしくお願いいたします。じゃあ一回練習を行いたいと思いますので、どうぞ皆様大きな声でご唱和をお願いいたします。それでは練習です。いきますよ。 We can、 はい、ありがとうございます。意外と小さかったですね。はい、お腹空いてらっしゃいますか皆さん。さあ、いよいよ明日からキャンプが行われます。リーグ3連覇、日本一連覇を行うためには、本日ここにお集めいただきましたファンの皆様の温かい声援がなくては達成されません。どうぞ皆様、その応援の思いをこの言葉に添えて、ぜひ選手の皆さんに届けていただきたいと思います。ぜひラオウポーズも忘れずにお願いいたします。さあ、それではいよいよ本番でございます。さらにさらに皆様の大きな大きなご唱和をよろしくお願いいたします。それでは We can do it。パレード車列と合わせたご移動や自転車でのご移動はご遠慮くださいませ。自転車は押して歩いていただきますよう周囲の安全へのご協力をお願いいたします。また植え込みには春の植栽が行われておりますので、植え込みには入られませんようお願いいたします。また今日は本当に早くから多くの皆様にお越しいただいております。ありがとうございます。後ろの方にもまだまだたくさんのファンの方がいらっしゃると思いますが、どうぞ前の方を押されませんようにお願い申し上げます。まもなく選手、監督を乗せたパレード車列が近づいてまいります。どうぞ皆様温かいご声援をお送りくださいませ。オリックスバファローズキャンペーンパレードにご参加いただきまして誠にありがとうございます。さあ、まもなく監督、選手を受けたパレードパレードが近づいてまいります。今度皆様Thank you.
you
Thank you.
そこの前に選手が2回ゆっくり移動をお願いします。